では新型コロナウイルス今日の最新情報です、えー、今日もまた4000人を大きく超えました北海道では4633人の感染が確認され7人の方が亡くなったと発表になっています札幌市内は1605人そして旭川市内が422人と過去最多となっていますね、えー、全く先が読めない状況となっています カレンダーでもご覧いただきますが2日続けての4000人超え、まあ、月曜日、火曜日というのは比較的週の中でも低く数字が出るところなんですけれどもやはり今日火曜日も先週の火曜日に比べますと1400人ほど増えているという状況になっていますえグラフでもご覧いただきます。 まあ、検査数できるのも限られていますので、まあ、果たしてどこがこの後ピークになるのか、うん、はっきりとしたこの下り坂が見えてこない限り先は読めないという状況が続いていますね、まあ、そうした中で心配なのが病床使用率ですが比較的高い数字となっています昨日時点で全道が29%札幌市内が39.6%となっています